はいどうもこんにちは、岩佐スティーブンです。行ってきましたなりきりワールド2023、そして帰ってきました長野県。そんなわけで今回はね、なりきりワールド2023の方に行ってきたんで、会場の様子を撮ってきたんで一部お届けします。ところどころ僕はあまり知識明るくないところもあったりするんで、全貌っていう感じではなくて部分的にはなっちゃいますね。まず会場に向かって歩いていたら、たまたまね、あの人と出会いました。東京に来ましたけどね、だいぶやっぱり東京ってのは広、あれ、ああ、一ノ瀬さん、あ、一ノ瀬さん、あ、どうも、こんにちは。あ、こんにちは、どうも。あ、どうも、じゃあ、ありがとうございます。いやー、東京は、いや、久々の一ノ瀬隼人さんですよ。いやー、ありがとうございます。本当に、4年ぶりの秋葉のあっちの方で、ね、そう、まさしく、まあ、その、まあ、また変身ベルトのイベントみたいな感じで。写真出るかな、あの、オリコカード。あー、あるかな。あとで同じ写真撮りましょう。なんだ。あ、いやー出た、ピントなってない、オロナルシーだ。よっしゃ、ちょっとお荷物になっちゃうんですね。いえいえ、久々に飲む、これ自体、これも4年ぶりかもしれないな、もしかしたら。またどっかのイベントで会えたらいいですね。その時はね、うん、ここに。ああ、なんかまた別の、ね、この真ん中あたりに、あの伊藤さんちの陽太くんでもいたらね。陽ちゃんがいてくれたら、すごくちょうどいいかもしれないんで、いや、いつか会えたらいいね。風がやめろって言ってるんで、ここら辺にしときましょう。ありがとうございました。いやー、4年ぶりに会えた一ノ瀬隼人さん、ありがとうございました。一ノ瀬さんの動画の方にも多分僕が出てると思うんで、そっちの方もぜひともご覧ください。さあ、そんなわけで会場に着きました。秋葉原の UDX。デカデカとなりきりワールドのメインビジュアル。10月20日から22日までの3日間開催。僕が行ったのは初日の20日だったんですけど、いやー、多分あれ土日やばいぞ。平日でもなかなか混雑していたんで、も土日はやばいだろうね。入ってすぐのところが結構暗めの通路になっていて、歴代のいろんなアイテムが展示されています。で、この時にあの、並ぶ列と並ばない列っていうのがなんかなんとなく出来上がっていて、通路を抜けたすぐ先にあの、ファイズのコーナーがあるんですよ。基本なんか一方通行であんまり逆走することを良しとされてはいないんで、入り口に入ってまずあのファイズの方を先に見るかどうかっていう選択をする必要が多分ありますね。ファイズ行列の先にあったもの、まずは仮面ライダーミューズ、パラダイスリゲンドで初登場する女性ライダー、青と黒のスーツをまとっていて、なかなか上半身がごっつかったね。そんなミューズの目の前にはいきなり変身アイテム、画面がついた状態のミューズフォンが展示されています。で、さらにその下にあるのがミューズドライバー。ドライバーの方にもフォンがセットされていて、サイドのところが白色の発光かな。そんなミューズのお隣は仮面ライダーネクストファイズ。こちらもパラダイスリゲインドに登場するファイズの新たな姿。撮影用かわかんないけど、ファイズもなかなかあの、ごっつくなったね、装備がいろいろ。ファイズの目の前にもファイズフォン20プラスと、その下にファイズドライバーネクスト。ファイズの展示はあの、上の画面の方であの、変身コードの入力はちょっとあんま取れてないんだけど、それに合わせて下のベルトの方が反応してあの、発光だったりあの、起動するんで、ちょっとここのところタイミング次第では取るのが難しいかもしれないね。ベルトのサイドもしっかり赤発光。そしてさらに隣にはネクストカイザ。もちろんカイザフォン20も展示されています。この辺の画面の鮮やかさに関してあの、実物見てみないとなかなか分かりにくいと思うんで、実際見るとうわこんな綺麗なんだっていう風になかなかびっくりしましたね。で、カイザの方はベルトの方はカイザドライバーから特に変わらず、カイザドライバーにスマホをセットして変身。これに関してはもうすでに出ているカイザドライバーを使うほかないっぽいね、今のところ。そしてファイズコーナーはまだまだ続いていて、ファイズのスーツなんかも展示されています。まあ、ただこのスーツに関してはあの、結構装備がペラペラになってるんで、いわゆるショーとかで使われるようなアトラクションスーツかな。そして変身ベルトの方も展示されていて、なかなか届かないバージョン2が発光状態で展示。そしてカイザブレイガンと CSM のファイズエッジ、上下に飾られていて、全体的にファイズエッジの方が長く見えるかな。ミッションメモリが装填されていて、 LED の方も綺麗に発光しています。で、あとはカイザギアだったりデルタギア、家にあるんだけどついついなんか取っちゃうね、かっこいいから。そしてサイガドライバー、こっちは特に発光状態ではなかった。さらにさらにオーガドライバー、ベルト帯の方がだいぶ分厚いけど、さすがにこれは革製ではないね。サイドバックルはなんか隙間からマジックテープを通して作るっていう方式なんだなっていう感じで撮っています。
そしてファイズギアボックス、実物見たからなんとなくサイズ感分かったね。なかなか渋くて立派な感じで届くのが楽しみだわ。で、今回の物販で販売されてるレジェンド版の改造ドライバー、ファイザーこんなところで、おっとテレレレー、正規用サンドライバーのコラデラックス版 CSM の金型を使っていて、陽子塗装をしていない。中心部分が発光状態のものと完全手動変形の展開状態が展示されています。見た目的にはもうほとんど CSM で、さらにこれですよ、外務コーナー。参考出品であるけど CSG の無双セイバーが展示。ロックシードの連動とかで CSM ではないのかな。で、さらにゲネシスドライバーがいろんな発光パターン。ちょっとこれ映像だと光が飛んでるように見えちゃうけど、肉眼で見るとしっかりオレンジ色で綺麗でしたね。横のストローのところまで光って、実物を見るとやっぱり購買欲がかきたてられるね。で、さらに CSG のソニックアローの方も展示。サイズで言ったら無双セイバーより断然でっかい。続いては仮面ライダー牙コーナー。ここら辺もなかなか魅力な参考出品。すでに出ているキバットベルトと CSG のザンバットソード、これもなかなかでっかいのが壁にかけてありますよ。刀身の方もなかなかお美しい。そしてこれに関しては商品化決定、ダークキバットベルト、赤と黒のカラーリングが素晴らしいね。で、お次は新仮面ライダーコーナー。しっかり展開状態のプラーナ強制排出補助機構付き初期型、ベルトの帯が本革、がっつり内側光ってるね。そして開閉式安全装置付き初期改良型の方、こっちに関しては参考出品だけど、まあ出る可能性は高いのかな。出るとしたら展開ギミックがない分安くなったりするのかな。遊戯王デュエルモンスターズより闇マリクのパネルの隣にギラギラの千年ロッド、謎のコードに繋がれて目のところが常になんかいろんな色に発光、メッキがすごいから周りの景色を映しまくり、アニメが絶賛放送中の呪術廻戦ゲトウスグルのパネルの近くには獄門鏡、この中に五条悟が閉じ込められている。シルバーの目玉サイコロだよな。で、これですよ、ディズニードライバーならぬ、イマジネーションベルト、鍵が刺さっていて液晶がま100周年がくるっと回転してるぐらいだけど、ここもなかなか映像が綺麗ですね。ミッキーとかアイアンマンとかいろんな鍵を使って変身。さあ、お次はスーパー戦隊コーナーなんですけど、ここら辺はあんまり通っていないかも。ハリケンジャーの変身アイテム、ハリケンジャイロ、3人分飾られていて、で、これがなんかね、最近よくあるやつ、何周年記念で強化されるっていう桜の花びらのようなアイテムがセットされています。で、アバレンジャー、これどっちかって言ったら僕の弟がなんか世代なんだよな。これうちにあったわ、ダイノブレスだっけ。こちらも周年記念でゴールドのアイテムをつけて強化。そしてゴーカイジャーのモバイレーズ、こっちがおそらく通常のもので、多分これが天豪カイジャーで出たんだろうね。船をセットすることですごい強化されてんのかな。そして特装戦隊デカレンジャー、デカレンジャー見てたんですよね、この SP ライセンスでなんか丸とか×で判決するっていう。デカレンジャーの V シネ的なものが最近発表されましたからね。 SP ライセンスがすごく赤くなっている。すいません、ここら辺ちょっと写真しか撮っていなかったんだけど、ウルトラマンのコーナーだけど去年も確かこういう展示だったかな。歴代のいろんなアイテムが展示。僕の世代的にはやっぱりこのティガのスパークレンスと、ダイナのリーフラッシャー、ガイアのエスプレンダー、ここら辺はすごい見覚えがある。多分去年も言ってると思うけど、僕エスプレンダー持っていましたからね。そしてサユガはこの辺かな、ビームスとのコラボ、これは設定画でスーツケースがなんか武器に変形するらしいね。このなんかすごい未来的な格好をしてる人たちが使うアイテムなのかな。実際にその変形するスーツケースが展示されてるんで、変形の様子をどうぞ。まずは上のところがパカッと開いて、内部が発光していてチカチカしながら、内側のパーツが上昇。そうすると下からビームスと書いてある、光ってるね。ビームスの文字が光ってる部分が出てきて、で、そのビームスが前の方にせり出してくる。で、さらにビームスの中からなんかパーツが伸びてきて、で、伸びたパーツからさらになんか先端の重厚的な部分が持ち上がる。そして3色のビームを発射。多分これビームスとビームをかけてるんだろうね。一応これも参考出品とは書いてあったけど、さすがに売り出されたりはしないのかな。とりあえずなりきりワールドはこんなところなんだけど、すぐ近くにある魂ネーションズストア東京、ここにもファイズドライバーネクストが展示されています。なりきりワールドと違ってただただ画面が点灯してるというかね、ディスプレイの中身動いてはいるんだけど、そんな激しい動きはしないし、サイドのところも特に発光はしていない。ただこっちの方でベルトの後ろの方までじっくり見れます。ベルト止めはこれいつも通りの仕組みなのか、なんかちょっと普段と違う形になってる気がするんだよな。あと真骨調整法のネクストファイズの方も展示されています。腰を落としたクリムゾンスマッシュのポーズで、ベルトもフィギュアも予約が始まっています。
公式 LINE もよろしくね。はい、というわけで今回はなりきりワールド2023の展示の一部をお届けしました。とにかくいろんなものが展示されまくっていましたね。すでに出ているものから今後出てくるもの、今後出てくるかまだわからないものまで、もう見どころが多すぎて僕大体3周ぐらいしてきましたね。入場に関しては無料なんで、そして入場するとこのファイズドライバー型の紙というかフライヤー、帯が伸びてるからこうお腹に巻くこともできるやつ、これを腰に巻きながら会場を練り歩いてもいいし、あとはこういうファイズドライバーネクストの結構紙あっちいな、今初めて出したけどすげえ厚紙、お金かかってそう、すんごい厚紙のチラシだったり、他の販売されてるアイテムだったりはパラダイスリゲインド、映画のフライヤー、そしてネクストファイズのライドケミートレカ、タダで入場できる上にいろんなものがもらえます。ちなみに3回入場したけどちゃんと1回しか僕もらっていませんからね。数も多分結構潤沢に用意はしてると思うんで、他のイベントとかでも配布があるらしいんで、たんまりカードは吸ってるとは思うんだけど、さすがにそこら辺は自重しましたね。この動画出ていたとして、まあ21日だと思うんで、開催期間もそんなに長くはないんで、気になった方はぜひ行ってみてください。そして会場内で声をかけてくれた視聴者の方々、お話ができてだいぶ楽しかったです。他のイベントでも見かけたらもう全然遠慮なく声をかけてください。で、また物販で買ってきた戦利品については、まあまた近いうちに紹介すると思います。いろんなものがもう届いていたりするんで、まあ気長にお待ちください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。